こを間違えない方が綺麗にできると思います。でパーマは後ろからやっていきます。根元から1センチ開けた状態のところからロットをしっかり置いて寝かせてグッと開けます。はい、こんにちは、ハンナヘアオーナーのハンナです。今から、根元のパーマと前髪のパーマをしていきたいと思います。韓国では根元のパーマはもう主流なので、しっかりやり方だったりとかもう根元にボリュームが出るパーマの仕方をお伝えしながらやらせていただきます。根元パーマと、前髪のパーマを同時にかけていくんですけども、先に、今日は前髪のパーマからかけていきます。で、理由としてはモデルさんの、分け目とか、癖がどうしてもセンターよりもやや、左寄りになってくるので、本当であればこのまま先に根元のパーマと一緒にかけたいんですけども、ちょっと今日は分け目に従って先に前髪のパーマかけた方がいいと思ったので先に前髪のパーマをかけていきます。このまましっかりウェットをしていきます。日本ではこういうふうに折って毛束を包むか、上だけこういうふうにやったりすると思うんですけど、韓国の場合はデジタルパーマもそうなんですけど、髪を二重にして上と下で挟んでやっていきます。このまま大きめのロットで持ち上げて内巻きにしていきます。で根元も一緒にボリュームが欲しいので必ず根元までしっかり巻いていきます。ゴムかけをしていきます。で反対側もやっていきます。で今日ちゃん盛りもパーマをかけたいのでちゃん盛りもちょっとスライスを取っていきます。これはこのまま C カールですね。根元まで巻いていきます。ここのロットの太さはやっぱりあんまり小さすぎてもあれなので、コテで言ったら32ミリくらいのロットで巻くと自然な感じになるかなと思います。でこのまま一旦ちょっと薬をつけていきます。で今日使う薬はちょっと強めのコスメカールV っていうやつをつけていきます。前髪はちょっと後でつけますね。でこのまま根元パーマに進んでいきます。で根元パーマは、トップにボリュームが欲しいので結構やりがちな間違いなんですけど、このままの状態でここから根元にボリュームをパーマをこう出しがちなんですけど、そうするとここのボリュームは全く出なくなるので必ずここにトップにボリュームが欲しいときはスライスはこのままセンターパートで取っていくとボリュームがしっかり出ますので、ここを間違えない方が綺麗にできると思います。でパーマは後ろからやっていきます。スライス幅が、この21ミリのロットと同じくらいの太さで取っていきます。でしっかりウェットをした方が薬の浸透が早いので根元中心にウェットをしていきます。でここのポイントなんですけども、根元によりボリュームが出るようにちょっとこう根元を1センチほど浮かした状態でこの持っている毛束につけます。でこのまま倒してこの状態でパーマをかけると外した時にこういうボリュームがしっかり出るので根元からピタッとくっつけてこのまま下ろさずに根元から1センチ開けた状態のところからロットをしっかり置いて寝かせてグッと。このまま押さえた状態でこのピンで固定していきます。で、ゴムを吸うとより密着されるのでゴムはつけるといいかと思います。で最後に少し引っ張ります。
定する時もこのまま普通にこの表面をこう入れずにこの下の地肌からグッと入れ込むとしっかり止まって根元にボリュームこうキープできるの でゴムはしてもしなくても本当は大丈夫なんですけどした方がまあ固定されますのでしっかりして一回力よくきれいにコーミングしていきます。ここからお薬をつけていきます。じゃあお薬を前髪からつけていきます。ここも垂れないように気をつけながらお薬つけていきます。で次根元に、お薬をつけていくんですけどもこれは結構ポイントになるのが、まあ、ここのかかってるとこだけをかけたいのでそうじゃない部分をかけてしまう癖ついてしまうと、まあ、その部分もパーマーかかってしまうのでこんなような感じでここのゴムとゴムの間と手前だけをこするような感じでつけていきます。目つぶってください。これは韓国ではこういうものを使わずにちっちゃいハケでお薬を塗るような形が多いんですけども理由としては多分浸透しやすいっていうかは多分楽なんだと思うんですけどそういうやり方は韓国では結構やってるかなと思います。これで5分置いていきます。今5分ほど時間置いたので1回チェックをしていきます。チェックするときに、まあ、毛先のこの変わる感もそうなんですけどこの根元のこの立ち上がりもしっかり確認しながらもうちょっとだけ置きます。ちゃんもりも一回確認します。ちゃんもりは結構いい感じにシーカルかかっているのでこのままニーケをつけてお時間を置いていきます。前髪はもうちょっと置いていきます。今8分ほどニーケ置いたんですけどもこのままあと外していこうと思います。で、まあ、しっかりかかっているポイントとしては本当にこの触った時にちょっとこうプリッとしてるようなこう、まあ、しっかり立ち上がっているような感じまでしっかり時間を置いて、まあ、これであればしっかり乾かした後もボリュームが出るかなと思います。で外す時にどうしてもここのマジックアラで毛がちょっとこうバサバサになるのでもうこの時はちょっとこうしっかりと上まで上げて外した方が綺麗に取れるので取っていただけるといいかと思います。このような感じでしっかり、ボリュームを出してこのままお流ししていきます。はい、根元のボリュームのパーマをした後のハンドドライのやり方なんですけども、まあ、こう普通にまっすぐ乾かしてしまうとボリュームが出にくくなるのでなるべくいろんな方向に根元に空気を当てるような感じで乾かしていただけると根元にボリュームが出やすいのでこういうふうには乾かさずに全部このまま右であれば左にこのまましっかり立ち上げるように乾かしていただいて左であれば右にしっかり立ち上げるような感じで乾かしていただくとボリュームが出やすいかなと思います。で今日前髪のパーマ と、根元のパーマ と、このちゃんもりのパーマをかけたんですけどもスタイリングでもこのパーマの時使った 21mm のカーラーでこのちゃんもりの部分ですねここ、まあ、パーマでももうかかってるんですけど、まあ、もうちょっとこう良くさせるためにスタイリングでも使っていきます。根元までしっかりつけていきます。韓国では前髪のパーマ結構主流なんですけどもパーマかけた後に、まあ、よりボリュームが出るようにこの 32mm のカーラーでこのまま前髪パーマかけたところを持ち上げて内巻きにこのまま固定してこれをつけてる間にスタイリングをするっていうのは結構よくあるスタイリングのあれなのでちょっとこれをやっていきます。で今日使う、コテなんですけども45mm のコテを使ってやっていきます。もう韓国の巻き方云々コテはもう大体決まっていてボブであれば、40mm で、まあ、ボブから下は大体 45mm を使って巻いていくのが、人気なのでちょっと使っていきます。で今日はしっかりレイヤーを入れたのでこのままスタイリングでも
レイヤーを意識したスタイリングの仕方をしていきます。このまま全部前に向かって C カールをしていきます。でこの C カールをする時の一つポイントなんですけども、あまりこう伸びた C カールにならないようにくびれた C カールを作りたいので、ちょっと毛先の毛先を入れ込んだら少し指で上の方をグッと下げていただいて、こうやって上に上げます。そうするとくびれたフラットな内巻きが C カールがですねできるので、これを作っていきます。ここで C カールしないで全部前に引き出してカールをしていきます。でちょっとボリュームが欲しかったら、まあ、前に引きながら上に上げていただくとボリュームがより出ていくので、ちょっとコテが苦手な方とかはちょっと上に上げながら前に引いて C カールしていただくとしっかりカール感が出てくるかなと思います。あとポイントはスライスこう取らなくていいので、もうこのまま毛先までまとめて巻くっていうのも、カールが綺麗に入りますので、まとめて巻くといいかと思います。ちゃんもりと前髪のパーマ、前髪のスタイリングを外していきます。前髪のこのパーマをするときに結構このボリュームが出るように内巻きじゃなくて外巻きにこう巻く方いるんですけど、そうすると余計根元潰れてしまうので、必ず根元にボリュームを与える意味でも内巻きにカールをして外に外していくとボリュームがしっかり出ますので、やっていただけるといいかなと思います。で最後にちょっとしたポイントになるんですけども、耳周りが少しボリュームがあると前髪とレイヤーがまたちょっともうちょっとこうつながりが良くなるので、ここは巻かずに手で形をつけて、このような感じで C カールを指で作ってギュッと押して、ここに風を当てていきます。少しここにボリュームが出るので、こっち側も同じように耳の前を待っていただいて、最後にスタイリング剤を使っていきます。これが韓国の、ソフトワックスってやつなんですけども、そこまで説得力はないので、まあ、艶出しっていう感じですかね。これをちょっと使っていきます。量が結構少なくていいので、だいたいこれくらいの量を使っていただいて、これを手の温度でなじましていきます。そうするとクリーム状のものになるので、これをしっかり後ろからつけていきます。でレイヤーが入ったようなスタイリングの場合はなるべくこう揉み込む感じがいいので、こうつけたらこのまま持ち上げていただいて、ねじってつけていただくといいかと思います。で最後に艶出しで、ロレアルパリのエルネットサテンっていうこれを使って全体的に、スプレーしていきます。でちょっとここの中にボリュームが欲しいので、スプレーするときに表面だけじゃなくてここの中もスプレーしていくとボリュームが出るので、ここはポイントになっています、なってきます。で最後に前髪も少しここにキープが欲しいので、そういう場合に直接ここにつけないで第一関節です、指の第一関節につけていただいて、これを手でなじませて、このまま持ち上げるときに少し中の方にグッと入れながら持ち上げていきます。すると根元の立ち上げもすごく綺麗になりますの で最後にさっきヘアラインを作った部分を、まあ、本当はスクリューブラシなどがあれば一番いいんですけども、なければこういう刈り上げ用のコームでここをちょっと ここにこういう感じでつけていただいて、この部分ですね、ここの部分を今ちょっとこう上がってしまってるので、ここをこのような感じでを作っていきます。あとはどうしても隠れきれない部分とかはヘアライナーだったりとかをここにちょっとつけていただくと、よりおでこの形が綺麗になりますので、やっていただけるといいかなと思います。
で今日は前髪のパーマとあとちゃんもりですね、顔周りの毛と、もみあげの毛を作ったので、それのパーマもしたので、アレンジした時の出し方なんですけども、ちょっと横向いていただくと、例えばゆるいアレンジして一つに縛った時に、前髪を、まあ、えげもりとしても使えますし、ここもちゃんもりがしっかり出てくるので、この横の雰囲気が、まあ、韓国の横のアレンジのスタイルの特徴でもあるので、ここは出していただくとすごくいいかなと思います。えげもりポイントとして、やっぱえげもりとあとその顔周りの毛とちゃんもりを作るだけでも韓国っぽくなるので、まあ結構アレンジとかされる方であれば、ここの顔周りと耳周りの毛は結構ポイントになってくると思うので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。